皆さんこんにちは。愛です。香里です。はい、今日はゲストの久松香里ちゃん、私の親友と一緒に動画を撮っていきたいと思います。緊張する。本当？ですね、今日は何を撮っていこうかと言いますとですね、まあ2人の共通点はいろいろあると思うんですが、はい、なので今日はちょっと香里ちゃんと一緒に自分の過去、うん、で日本に行った時の仕事、うんうん、っていうのを皆さんにお伝えしたいと思います。YouTube で多分山上愛って調べると、うん、まあガーッと出てくるものがあるんですが、それを結構質問してくださる方々も多かったんですが、私が日本にいる時14歳からグラビアアイドルというお仕事をずっと6年間ずっとしていたんですけれども、まあ、グラビアアイドルとは何だ、まあ、グラビアアイドルはその水着とかを着て、まあ、イメージ DVD だったりとか、まあ、よく見るそのコンビニにある雑誌の巻頭だったりとか中にあるなんか中 のグラビアページですね、うん、カラーページ、そう、そういうのをその発売っていうか、うん、そういうのを出しているお仕事なんですが、はい、まあ、グラビアでもいろんな種類あるけどね、あるね、うん、本当に水着だけの水着モデル、うんうん、もうグラビアっていうかグラビアだもんね、うんうん、まあでもそれは水着モデルとかってなるのかな、なのかな。でも今はグラビアアイドルもモグラって言って、うん、モデルがグラビアアイドルをするのをモグラっていうの、へえ、知らなかった。今その向こうで日本では、ま、グラビアも普通にグラビアアイドルとしてやってる子もいれば、アイドルがグラビアページをやる子もいれば、今は普通に有名雑誌の子がモデル、グラビアモデルやったりとかするのをモグラっていう。でも私がグラビアやってた時代はもうほとんど AKB の子たちが、うんうんうん、そのもう時代だったんです、うん、アイドルがグラビアその水着を着て雑誌に出たりっていうのがすごく多かったんですけど、まあ、今日は私は元グラビアアイドルで、香里ちゃんは日本で今現在もグラビアアイドルとして活躍してるので、グラビアアイドルの裏話を、はい、していきましょう。していきたいと思います。まあでもグラビアでも大体香りは海外で撮影すること多いよね多分。そうだね、うん、その DVD とかを出すのもグラビアアイドルなんですけど、うん、そうだね、ロケはほぼほぼ海外が多いですね。まあでも私たちが結構タイプ別グラビアアイドルなんですけど、うん、まあ香りは巨乳そうです、香りで多分、ね、おっぱいは売ってるもう今も売ってない意識してない出ちゃう。まあその香りは、うん、なんて言うんだろう、巨乳グラビアアイドル、うん、系で、そうだね、まあ、私はそのなんていうの、カテゴリーに分けたらスレンダーグラビアアイドルっていうんですかね、うん、それも面白いよな、うん、その何個もカテゴリーがあるっていうのが、そうだね、まあ、そういうのでもタイプが違ったので、まあ、撮影している時に今起きたエピソードとかをいろいろ、なんか撮影してる姿とか全然想像できない、香りが、いや想像できないよ、あいみょん。そうだよねでも2人の昨日2人の何、私のデビュー DVD デビュー作を香りと見てもう大爆笑最初のデビュー作が何歳の時だった？19歳。あ、19歳。私が14歳の時に初めてファースト DVD を出したんですけど、その時は本当に何が何だか分からず、とりあえずこれを着て、これを着て、まあ、とりあえずそこでもう砂浜で走り回ってみたいなのを指示されたまんま、うん、なんだろうと思いながらまあでも1回目ってやっぱり分からなすぎて、うん、だよね、動揺しまくると思うし、しかもその愛のデビュー年が早い、14歳ってやっぱ早いので、グラビアアイドルが今はもうそういう若いグラビアアイドルっていないから、あ、そうなんだ、その愛の時代は多分結構いなくはなかったと思う。なんかね、最初はジュニアアイドルっていうか、そうカテゴリーにいて、うん、なんて言うんだろう、もう雑誌の名前とかもなんか妹クラブとか、なんかそういう妹系グラビアアイドルっていうか、その14歳とかその若い子のグラビアももちろんあるけど、うん、その子たちのコンセプトって
若いからこそできるものだから、そうね、そういう妹元気発熱みたいな、そうそうそう、うんうん、なイメージ DVD がやっぱ多くなるよ ね、 その若い時のグラビアは走り回ってとかそういう本当に元気な若い時の姿をもう水着を着ながらみたいな感じだったよ、うんうん、けど14歳、15歳って3ヶ月に1本ずつ出してたんだけど、そうだね、あのグラビア の、 そのイメージ自体がなんかルールとしてね、3ヶ月に1本出せるっていうのがあるけど、うん、それを本当ずっとね出してたもんね、うん、成長過程みたいな、1本目は本当に超ぎこちなかったけど、うん、2、3ってどんどん取っていく中でめちゃくちゃなんか、まあ、楽しくなったじゃないけど、うんうんうん、でそういう感じで成長過程もファンの人を見ててなんか一緒に、うん、楽しかったなっていう思い出はあります。大変だった撮影とか、うーん、心に残ってる大変だった撮影は雑誌の撮影なんですけど、うん、やっぱグラビアアイドルって冬でも水着着なきゃいけないわけですよ。それはやっぱ絶対なんで、うん、で、あの冬に DVD 出すってなったらあったかい国に行くんですよ。あの南国に行くか、まあ時期によっては沖縄とか、そのどっちにしろあったかいところで撮ってもらえるんですけど、雑誌はやっぱりあのスタジオとかになるんで、なんだろう、寒い時期にすごい思い出は雪降ってる中外で水着着て、だけど顔は涼しい、なんだろう、なんだろう、わかる、爽やかな、えーみたいな顔しなきゃいけないから、鳥肌とかもガンガン立ってるし、途中なんか雪降ってきてえ、これ無理じゃないですかって、もういやもう消しちゃうから、え、鳥肌は消しちゃうからみたいなんでえーってなりながら撮ったのは、うーん、寒かった思い出。寒いよね、白い息とかも出るけど、うん、結局その後々セミの鳴き声とか、うん、DVD 確認、セミの鳴き声とか入ってたりとか、なんか暑そうにしてとか、そういうの、そうそうそう、ね、やっぱ気温計はちょっと逆らえないからね、自然にずっと年がら年中水着ですからですね、それは確かにきついな。はい、私はグラビアやってて大変だった、大変っていうよりかは一番記憶に残ってるのは、うん、沖縄に撮影しに行ったんだけど、沖縄のビーチでの撮影で、その時夏休みシーズンだったのかな、うん、夏休みか夏ちょっと前ぐらいだったんですけど、うん、その時に多分男子学生たちの修学旅行みたいなので、うん、もう分かった、若い同世代ぐらいの男の子たち50人ぐらい本当にビーチに溜まってるんですよ。でもその中でとりあえずビーチに入ってもうキャッピャキあーみたいな感じのことを撮らなきゃいけないって言われて、でもその時ね、そう恥ずかしいんだよね。もう今だったら別に、まあ今だったらお仕事としてっていうよりかは、まあそのなんて言ったらいいんだろう、もう切り替えて今はねできるね、うん、できるとは思うんですけど、その時まだすごい若くて10代の、うんうん、もう少女がその同世代の男の子たちに見られながらなんかもうポーズ撮ったりとか、ね、そう、それが一番私的に今もちょっと考えたらすごい恥ずかしかったなっていう。でも確かにそういう場面に出くわした、一番最初出くわした時はめっちゃ恥ずかしかった、ね、普通にえもう見ないでって思いながら心の中で見ないでみたいな、だけどはい撮るよとか言われるから こうカメラ見てみたいな、でもそれのこの後ろにはすごいなんかガチャガチャしてるんですよ、みんなえなんか撮ってるみたいな、そう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 、やっぱ撮影の班っていろんな人がこう私たち の、 その出てる側の人たちについてるんで、メイクさんやっぱちょっとスタイリストさんもね、まあ見てわかるんですよ、何か撮ってるなっていうね、だからそれ恥ずかしいよね、恥ずかしかった。でも沖縄でそういうこと多かった、やっぱ旅行してくる人たちがすごい多かったから、ね、うん、最初ホテルのロビーになんか噴水場みたいな、うん、なんか噴水が中抜けっていうんですかね、うん、中庭のところにバンって1個あって、でそこにランウェイみたいな細い道がこうバンバンバンみたいな感じであるところがあって、うんうん、あそこすごいなんか絵が綺麗だねってなって、で黒い綺麗系の衣装だったから、じゃあそこをランウェイだと思って歩いてこようかみたいな、うわそれ恥ずかしい。でその中庭だから全部ガラス張りになって、ね、上の人もそのロビーの人も全員見られるわけ。でももうそこでもうとにかくもうこれは撮らなきゃいけないからみたいなことになって、もうそれでもう本当にこれは撮らなきゃいけないし、どっちみちも一緒合わない人たちだから、うん、もうここで割り切ってもう撮っちまおうと思って、もう一人でかっこよくカッ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 
みたいなヒール履いて、いやでもその時は、ね、本当メンタル鍛えられたね、うんうんうん、その時は、ま、そういう面では本当にメンタル鍛えられるよね、鍛えられるね、うん、衣装について、ああ衣装、まあ、香りはその私と違ってやっぱ胸も大きいんで、なんかそういうので困ったじゃないけど、あのやっぱグラミアも例えば私が19歳、そのデビュー当初とかは大きい水着、なんだろう、胸をかばってくれる水着っていうのかな、あ面積が大きめのが多かったんですけど、やっぱり何本か出していくと同じようなのはやっぱ出せなくなってくるんですよ。見てる人もまたこんな感じの水着かとか、やっぱそういうのがあるから、どんどんなんだろう、変形水着っていうワードがあるんですけどそういうのとか、なんかちょっと変わった水着、普通の水着屋さんでは売ってないそういう専門の水着をリースしてるお店とかがあるんですけど、まあ、そういうところでスタイリストさんがね探してきてくれて自分たちに合うものを持ってきてくれるんですけど、初めてそういうのを見た時は、はこれどう着るみたいな、着方わからんしみたいな、これ着る人おるみたいなは思ったけど、うん、まあでも今は別にあこれ可愛いみたいな感じで着れる、うん、普通に、うーん、なんかそういう変わった水着とか衣装が小さいのとか、あと年齢もね大人になっていくと大人だからこそのしっとりした水着とかも着るようになった、最近、あそうなんだ、最近やっとそういうの着るようになって、私のグラビアのイメージが結構明るめのが多くて、原色の水着とかが多いんですけど、やっぱだんだん大人っぽいのも増えてきたから、まあそれはそれで自分の表情のレパートリーとかも増えてくし、楽しいなと思いながらやってるけど、どんな衣装があった、逆に衣装、まあでもその若い時からずっとやってたから、うん、とにかく制服をいろいろ着ることがすっごい多くって、全然着なかった、ああそっか、もうそのそうだよね、年齢がそうだもんね、そうそうそう、若いジュニアアイドルからやってるから制服が多分水着よりも着たんじゃないかって言ってもいいぐらい、その展開の前にはもう制服まあもう着て、洋服よりかは全然制服が多くて、でもそうなんて言ったらいいんだろう、6年間ずっとやったんで、うん、まあ体型の変化とかもあるじゃん、だ、うんうん、からまあどん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 若い時よりかはまあふくよかになっていって、まあプロフィールも変えないじゃん、うん、か新しいその制作会社の人と一緒にこう撮影するってなった時に、もう制服のチャックが閉まらなくなるっていう事件が何回多々あって、あ、はいはいはい、その時にあ本当にダイエットしなきゃなっていう、プロフィールの大切さよね、大切さ、まあ、スタイリストさんもねそのプロフィールで合わせて持ってくるからね、うん、でも良かったのはもういろんなその制服を着れた、うん、ね、セーラーもそうだし、ブレザーもそうだし、もう長いやつとかも着たこともあるし、逆にねその私がそのデビュー作が19歳だったので、もう19歳って制服の年じゃないじゃないですか、だからその時は着たけど、逆に言ったらその着る年じゃない時に着てるからちょっと恥ずかしみとかあったかも、コスプレになっちゃう、それがそうそう衣装の、じゃあ恥ずかしいと思いながら着てたかな、設定があるんですよグラビアって、その猫とかあそうだね、もうあるし、香りが今までやってきたのスチュアーデスさん、 あと会社員、そのなんか猫ちゃんとかそういうのやったことない、猫結構2回3回ぐらいやってる気がする、いいな、それってでも若いからやってもらってた、ね、まあ、そうだね、うん、でもなんかニャーとかなんかもうこういうのとか、うん、結構性格的にかなんていうんだろう、可愛いのをこうなんていうの、やれないね、みたいなのをするのがちょっと、うん、まあ、苦手だね、そう苦手だったから、なんかにゃんって可愛く言ってとか、もっと声高くしてにゃんにゃん言ってみたいなのとかもなんかすごい恥ずかしかった、恥ずかしかったし、にゃんにゃん、にゃんにゃんしてみちゃう、うん、じゃあカメラに向かって、やだDVD あの衣装のテーマとかそういうのとかってある、今後していきたい、でもやったことないの結構あると思うからまだ、うん、まあ監督さんとか周りの人が決めたものを一生懸命こなすのが仕事だと思ってるから、それはこれからもやっていきたいね赤くなってない香り本当だ
かわいい。でもね、アイも韓国に来てこうやって頑張ってるのを見れて嬉しいです。私はありがとうございます。まあでもその、まあ、最後に、はい、グラビアアイドルの、うん、まあ、言ったら日本独特の文化じゃないけど、そうだね、それもね、うんうん、韓国の人にも分かってもらいたい。そうなんだよね。てか韓国の人関係なくいろんな国の人にグラミアイドルっていうのがやっぱりちょっとイメージが悪い思われがちっていうよりかは、私が実際に経験したのは、まあ、グラビアアイドルやってるからなんかいろんなところで遊び回ってるんでしょとか、グラビアアイドルやってるからなんかちょっとやらしいこと好きなんでしょとか、本当にもうイメージよね。そうだね、偏見っていうことを結構言われたことがあって、うん、でもそういうことじゃなくて、グラビアアイドルっていうのももう女優さんとかもそういうカテゴリーだし、ふうに考えてもらって、グラビアみんなね、うん、あの真剣にやってるし、みんなグラビアアイドルをプロとしてやってるから、うん、みんなそれなりに覚悟を持ってちゃんと水着を着る仕事をしてるから、うん、まあ、変に思われたくないねっていう、まあ、変に思ってる人たちは多分そいないとは思うけど、うんうん、まあ、グラビアアイドルだからっていう言葉を聞くのはちょっと寂しいよね。寂しいっていうか、ちょっとなんか違うっていうことを今回の動画でなんか知ってくれたらいいなと思います、うん、グラビアアイドルだからとかこの職業だからっていうことは私はないと思う、うん、ないと思う、まあ、グラビアアイドルっていうお仕事はこういうことで、裏側はこういうことでしたっていう動画で伝わったら、みんなね、そう好きでやってるお仕事だし、うんうん、楽しくやってる仕事だからね。はい、ということで今日は久松かおりちゃんとグラビアアイドルについていろいろ話してきましたが、皆さんどうでしたでしょうか。まあ、でも聞いたことないこといっぱい聞いたと思う。そうだね、結構リアルなお話ばっかしてたから、うん、新鮮な話だとは思うね、うん、今日ははいここまではいしたいと思います、はい、なんか愛とこういうのなんか嫌なんよ。なんかやったことないよこんなの。以上、山上愛と久松かおりでした。バイバーイ。